ようこそ皇室ジャパンへ。天皇ご一家は心安らぐご静養のために栃木県に位置する緑豊かな御料牧場へと5月2日から滞在されています。午後の柔らかな光の中、4時20分頃にお着きになり、福田知事をはじめとする関係者の方々と温かい挨拶を交わされました。昨年の春以来となるこの牧場でのご滞在は、愛子さまにとっては就職後初めての休息の時間となります。広大な敷地を誇る御料牧場では、馬や牛、羊といった多種多様な動物たちが大切に育てられ、新鮮な野菜や卵、牛乳も生産されております。これらは皇室の食卓を彩るだけでなく、宮中の晩餐会などの儀式にも供されることがあります。また外国の大使が信任状を奉呈する際に使用される馬車を引く馬の飼育も行われています。動物をこよなく愛するご一家は、以前からこの牧場での家族水入らずのひとときを楽しまれてきました。この日も晴れ渡る空の下、愛子さまは柔らかな笑顔を見せてくださりました。出迎えの方々からは、すがすがしい空気の中でジョギングをお楽しみいただければとの言葉がかけられ、愛子さまは、サイクリングもいいですねとおっしゃいました。お着きになった際には、清涼感あふれる白いブラウスと水色のパンツでコーディネートされ、牧場での散策時には白を基調としたカジュアルな装いへとお着替えになりました。ヘアスタイルもポニーテールにアレンジを加え、休日スタイルを完璧に表現されていました。陛下や雅子さまの服装とも絶妙に調和したコーディネートで、ご家族の絆の深さが感じられます。メディアでも取り上げられたご静養の様子は、愛子さまの休日スタイルに対する称賛の声を集めています。愛子さまの髪型、とても可愛らしいですね。若々しく、さまざまなヘアアレンジやファッションを楽しまれているのが微笑ましいです。公務でのスーツ姿も素敵ですが、プライベートでリラックスされている時の装いも魅力的ですね。ゆっくりと休息を取られ、楽しい休日をお過ごしになることを願っています。お忙しい公務の合間に、このような息抜きの時間を持てたことは、本当に素晴らしいことです。自然に囲まれ、動物たちと共に穏やかな時間をお過ごしになることでしょう。公務から離れてリラックスされている時の表情は、見る人すべてを和ませるものがあります。愛子さまにとっては、社会人としての初めての長期休暇であり、その貴重な時間を心から楽しんでいただきたいと思います。愛子さまは、その美しさで多くの人々を魅了しています。社会人としての新たな一歩を踏み出された今、心からの休息をお過ごしいただければと願っております。一般的な家庭では、親子が共に旅行をする機会は少なくなるものですが、天皇ご一家はその貴重な時間を大切にされているようで、その様子には心温まるものを感じます。自然体で親しみやすい会話の仕方には、多くの人が感銘を受けています。すがすがしい空気の中でのジョギングやサイクリングは、
心身ともにリフレッシュするには最適な活動です。愛子さまがそうした活動を楽しまれている様子は、私たち読者にも明るい気持ちをもたらしてくれます。髪型や服装、そして自然な微笑みは、知性と品格を象徴しています。公務やお仕事に忙しい日々をお過ごしの中で、天皇皇后両陛下と共にゆったりとした時間を過ごされることで、心身ともにリフレッシュされることでしょう。そのすがすがしい魅力には、多くの人が心を奪われます。ご自身で髪を編まれるのか、それともお付きの方がお手伝いされるのか、そのどちらにせよ、愛子さまの髪型はいつも完璧で、その美しさには目を奪われます。愛子さまは、ポニーテールも含め、どんな髪型も素敵にお召しになります。柔らかな笑顔とフレッシュな魅力は、私たちに新鮮な感動を与えてくれます。ご家族との仲睦まじい様子は、映像を通じても伝わってきて、私たちにも幸せな気持ちを分けてくれるようです。健康的な休日スタイルは、見る人すべてに元気を与えてくれます。日本赤十字社でのお仕事を始められたばかりの愛子さまには、御料牧場での静養をゆっくりとお過ごしいただきたいと思います。成年皇族としてのご公務も増えてきた愛子さまを、国民の一人として心から応援しております。これからも両陛下をしっかりと支えていただき、愛子さまのすがすがしい魅力を私たちに届けていただけることを願っています。天皇ご一家は、どなたも不安を抱えることなく、澄み切った笑顔で私たちの心を温かくしてくださいます。そのコミュニケーション能力と厚い信頼により、これからも日本の明るい未来を担っていただきたいと願っております。次期天皇には、その澄んだ笑顔で私たちを癒してくださる愛子さまに、ぜひともお願いしたいものです。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。